新花コ軍は、台南部、ソンクラー県の軍の一つ。1988年2月15日、ムアンソンクラー、軍から11タムボンが分離し、軍軍を設置した。1991年7月19日軍に、昇格した。新花コ軍、ソンタレー公園から眺めた、ソンクラー港新花コ軍は、南から時計回りに、ムアンソンクラー軍、ハートヤイ軍、 クワンニエン軍、パッタルン県、パークパユーン軍、サティンプラ軍に接する。東側はタイランド湾に面する。軍はタイランド湾とソンクラー湖の間に位置しており、タイランド湾側には新海港ソンクラー港がある。新花港軍は11のタムボンに分かれ、さらにその階に77の村がある。軍内にはテイサバーンが3つある。テイサバーンタムボン新コーンは、 タムボンチンコウとタムボンタムノップの一部とタムボンサティンゴウとタムボンフアカの全域を管理している。テイサバーンタムボンムワンガームはタムボンムワンガームを管理している。テイサバーンタムボンチャレーはタムボンチャレーを管理している。その他のそれぞれのタムボンはタムボン行政隊により行政が行われている。ありがとうございます。